東大生ママとフリーターママのデカこそチャンネル。神社とセックスの関係？さあ、改めましてこんにちは。子供は現役東大生と看護師ののっこです。皆さんこんにちは。子供はフリーターともうすぐ高校生のともです。この番組では子育てに役立つさまざまな情報をお届けしています。はい、ということでオープニング、はい、皆さん聞いていただきました？うふふ。神社とセックス。お好きですか皆さん？お好きでしょ。どっちも割と関心はあるはず。で、なんでこの動画をね撮ろうかと思ったらね、うん、なんと私たちのねこのチャンネルで、ね、うん、今ねトップなんだよね、閲覧回数が。それがね。した。うん、性教育について子どもさんへのね、そう、うん、でその番組でね話してたメインのともちゃんが朝の番組で取り上げられてたのよって、突然ね、そうそう、軽い祈りでね撮ったやつなのよ、本当軽い祈りで、うん、でそれがね、の野島奈美さんとそれ出てたんだよね、うん、その番組ね、うん、で子どもさんに、まあ、あの向けての性教育の専門家ねなんですけれども、本の中にね、うん、お母さん、うん、学校では防犯もセックスも避妊も教えてくれませんよ、これがバカ売れしてるって話だったのね、うん、それをたわいもないね、あの、うん、しゃべってる動画がね、もう一生懸命考えたね、私たちの専門のねベビーサインだとかね、はい、英語教育なんとかの動画よりもダントツ再生回数が多いというね、そうなの、もうね東大も麻布も超えちゃったのよ、はい、うん、皆さん関心あるんだよね。そう、だからそれだけ皆さんが関心があるんだなっていうことで、うん、私たちもうちょっと別の視点から今回は、そうね、子どもさんへの性教育じゃなくてね、そう、私たち自身ね大人が考えるっていう時に私、うん、いやなるほどってびっくりしたことがあってね、それが、ね、うん、羽賀ひかるさんの話でね、ともちゃん、そうそう、前回のね、前回の動画でちょっとポロッと羽賀ひかるさんっていうワードが出ただ、うん、出たかと思うんだけれども、うんうんうん、うん、私その羽賀ひかるさん大好きでね、ずっと前からだよね、うん、私そうそう、ともちゃんに教えてもらった、うんうん、あのね、私からそう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 、うん、神社ノート、まあいろんな本、うん、見えない、神社ノートっていうね、あの本、まあたくさんの本書かれてて、まあ神社はじめその日本のね、うん、神道の心を、うん、伝えようと活動されている方で、うん、数日前までは神社チャンネルっていうのを YouTube でされてて、本当数日前にその神社チャンネルが日本よみがえりチャンネルってね、うん、名前を変えはったっていう、うんうんうん、またリンク貼っとくので、羽賀ひかるさんの動画もぜひね、面白いの、うん、彼のね、うん、で、あの、まあ、神社、最初は神社チャンネルっていうくらいやからね、うん、神社参拝の方法とか、うん、おすすめの神社とか言ってはったんですけど、うん、そもそもその羽賀ひかるさんの活動の、うん、まあ、根底にあるのが、うん、日本の、まあ、良いその精神を世界に発信しよう、うん、しようと、で羽賀ひかるさんの活動のもうなんていうか大元になっている、うん、理念は世のため、うん、人のため、うんうん、世のため人のためで、魅力の世をね伝える、うん、魅力の世ね、で、うん、それはまあ持続可能な世界を、うんうん、こんなデジタルやつね、うん、続くっていくと、私たちと一緒やみたいなね、うん、まあそれ私たちとってなんかもうそれあれをあれやねんけどね僕は何とも思ってはれへんけど、持続可能と持続可能な世界を作っていくです。その持続可能な世界を作っていくにはやっぱり神と日本のね、うん、心が大事なんだっていうことで、うん、神社チャンネル、神社のことだけを伝えていくより、うん、日本のもう精神を、うん、伝えていきたいということで、うん、チャンネルの名前を変えられたのよね。で神社チャンネルでもいろんな、うん、あの神社の参り方以外にもいろんなことを伝えてはって、うん、その中で神社とセックスっていう面白い、うん、あの話題をされててね、うんうんうん、私ね、それね見せてもらった時にね、うん、びっくりした。あ、私も神社参拝好きよ。で、あの、うん、やっぱり神社ってうん、あの参ると気持ちがいいしね、気持ちいいもんね、 大好きなんだけど、うん、神社、私神社入るときに鳥居くぐるときになんかちょっとちゃう感じするようになったよ、あれ見てから神社そのものが女性っていうね、うん、そうね、それびっくり、皆さんご存知神社って、ね、女性そのものなの、
女性そのものなのよね。女性にその、まあ、神社っていうのはあの本当にもう女性そのもので神社に何しに行くかというと神と交流をね、うん、しに行くわけよ、うん、でその神との交流がもう女性と男性の交流だって言い張るのよね、うん、でそもそも神社ね、うん、あの神社の鳥居は女性がお股をね開いてねる姿なんだと。そう、まあおっしゃる通りよね。私もそれを思ったらね、本当その通りだと思ったの。うん、股を開いた形でずっと中に行くと、ね、参道があって、はい、参道をね、もうまっそのまま参道って言うよね。漢字は違えどね。そのままじゃん。うん、参道を通って。お手水おさんね、お股のとこ見る前にはね、濡らして入るわけよ、手をね、清めて、ね、清めて、うん、入るわけやん、あれが入っていく、そう、その奥にはその奥にはお宮さんがあると、宮ね、子宮があると、でその子宮でお宮さんで神とね、交流するわけですよね、神と交流するわけですよね。びっくりした、そのね、私、いや、そんな風に考えたことなかったから、うん、皆さん、そう、それが、だから結局、それほど神聖な気の交わり、ね、まぐわいっていうのは、まぐわいってね、うん、人間の、だから、決していやらしいものでも、そうそうそう、そうでもなくて、うん、すごく大切な。神事、神事。まあ、それしないとね、命宿らないんですもん。みんなね、うん、そんなんね、なんか変なエロビデオとかね、あんなんね、うん、なんか変なイメージあるけど、本当はとっても神聖な、うん、そうよね、なんか悟りに至るような、うん、神聖なものなんだよね、うん、本当は。で、ハガさん言ってはったよね、そのシリーズで何本か動画あるけど、うん、あの、ぜひ見てみて、皆さん。ぜひ見ていただきたい、うん、ぜひ見ていただきたいですね、悟りに至るセックスとか、あと、あの、うん、何本かあるよね。おう、そう、なんか何本かってさ、それで女性がね、セックスのやっぱり主役やっていうのがあったよね。女性が主役で、男性なんかも大した、うん、あの、なんちゅうの、パートになってなくて、あの面白い対談あったよね、おじさんじゃなくて、すごい耳かきや天竜寺のことさ、耳かきと耳の話、耳かきやってって面白くない？おっしゃる通りよね、おっしゃる通り、男性器はね、もう耳かきの棒、耳かきの棒、うん、男性は耳かきの棒です、ただの棒ですよ、うん、うん、で女性がね、やってもらって気持ちいい、あそこちゃんあそこちゃんって、うん、そうここって言うわけですよ、うん、でもしくは痛いとかね、痛いとか、そこじゃないっていうね、うん、うん、そう、なんか深く内側の方で感じて、うん、ね、うん、主体であるのは私たち女性であって、男性はいかんと、自分本位な、うん、その欲望じゃなくて、うん、いかに女性にあの喜んでいただくかっていう、 それをメインに考えないかんって羽賀さんは言ってはんのね、天龍寺さんもね、おっしゃる通り、もう全く間違ってると、うん、エロビデオとかエロ本からの入りが間違っとると、ね、だから世の中の男性はもう一回羽賀さんのチャンネルを見ないといけないわけだ、うん、これは本当にね、うん、誰がどうしてたらいいのかっていうふうに思うんだけど、うん、そのセックスの仕方についてね、習わないもんね、誰もね、いや、で、唯一あるのがやっぱりそういうビデオじゃない、そう、で男性主体でやるんだけど、そうそう、手動でっていうかね、そう、うん、その視点で、ね、のテキストがさ、うん、もうそういう貧相なものであるとさ、うん、やっぱりね、そういうものかって思っちゃって、そういうのが主流になっちゃうね、うん、で女性も習わないから、うんうん、あ、そうそう、こんなもんなんかっていう、そう我慢しとこうっていう人が多いんじゃないかな、不快でも、ね、なんか傷ついてる女性がすごく多いですよって、そうだよね、おっしゃってたし、だから私たちお宮さんで本当神社そのものなわけだから、うん、選ばなきゃいけないと言ってはったよね、うん、その自分が、うん、自分主体でいいから、お金を持ってるとか名誉があるとかじゃなくて、そばにいて、うん、とても心地がいい、安らげる、そんな人とだけ、やりなさいって、誰彼ともやるもんじゃありません、言ってた、言ってた、大切にしなさいって言ってたよね、女性にも教えないといけないですよね、そういうものじゃないと、女性主体で、女性を
ね、喜ばせてもらう、うん、耳かきなんだと、耳かきされてるような心地よさでないとダメなんだよね、うん、だから耳かきも選ばんといかんっていうことよ、ちゃんと、うんうん、ね、うんうん、どんな耳かきの棒がいいんかなってやっぱり自分で知らないといけないってことですよね。そうだから結局、ね、うん、一緒にいて心が安らぐ、うんうん、とても落ち着く、まあ、気の交流をして心地よいっていう人で、うん、それは地位でも名誉でもそんなものでもお金でもなくて、そうよね、大事なことは、まあ、うんうん、女性として最高のその喜びじゃないですか、やっぱり心地いいね、うん、できるっていうのは、うん、で、なかなかそう、それまでこだわってね、うん、やってる人は少ないんじゃないかなと思う、うん、あ、こんなもんかなって、もうちょっとこの時間、うんうん、まあまあそこそこまあいいしこんなもんかなみたいな、うんうん、でも神社前でするぐらいの神聖な、うん、悟りに陥る、うん、悟りに至るまでの、うん、そういう間具合を経験したことある人って、うん、そんなにいないんじゃないかなと私は思いますね。そんなことはね、全くね、うん、何も考えていないと思うしね、うん、そんなんだったらしたいって思う人いるんじゃないかな、うん、そんなね、悟りに至るまで の、うん、本当に耳かきのような、ねうん、気持ち、神と、ね、交流しつながってるような、陰陽だからね、本当に男女のもう陰陽バランスでね、うん、マガタマのね、これになるってことだからね、うん、そこまでのものだったら完璧になるわけ、うん、そこまでのものを追求したいって思う女性も、うんうん、いらっしゃるんじゃないかな、そんなものがあるっていう存在を知れば、うん、そうだからね、私たち知らないだけなんだよね、うん、そんなね、二人のことを知ればね、二人で探求していくだとか、うんうんね、それも素晴らしいね、うん、間具合だよね、それがね、うんうん、ただのその欲求をね、なんとかだけじゃなくてね、うん、うまずそもそもね、濡れてないのに入るなみたいなね、手洗っとらんやんっていう、そんなダメね、ダメ、ダメ、もうそう、クローズやん、クローズ、そう、だから私たちもそんなね、方は参拝してもらってもちょっとね、困るという場合もあるから、そうですよ、ノーです、その場合、ノーで、だからノーと言っていいんですよ、それは。もちろんですよ。なんかそんなね、無礼なね、もう神とつながれないようなね、そんなね、うんうん、悟りに至れないような行為、うんうん、だったら、する必要ないですね、うん、我慢する必要もないし、受け入れなければいけないということもないからね、うん、女性の皆さんもね、自分主体で考えた方がいいよね、そうね、うん、うん、と思うよ、うん、それがね、私はびっくりしたね、その、うん、ハガさんのチャンネルを見て、そういうことを意識して、うん、男女間でね、この人、この人のね、人を交わりたい、この人とその悟りに至りたい、その人が、この人が悟りに至るお手伝いをしたい、女性もね、男性も、そういう時間であると、そういう行為であると素晴らしいよね。そこに命が宿っていくわけだから、でそして持続可能な世界ができていくわけだから、そうね、だから、うん、10代20代30代もう本当ね、まだまだね、うん、ね、まあ、そういう方々にはぜひこのことを知っていただきたいよね。そうよね、10代から、まあね、まあ、10代20代からこういうこと知ってると、10代20代に知っておいてほしいの、もうやっぱりその頃って海育むっていうのが一番多い年代ではあると思うから、うん、そうよね、でそれにね、若い人のセックス離れっていうのがね、やっぱりあるやん、うん、そうなると子供も生まれないわけだから、うん、でも面倒くさいとかね、思ってる人もいるらしいから、もうめんどくさいわけないやん、ね、でも ね、こんないいものそうだけど知らないわけよ、でめんどくさいって思う、うん、それはある意味そうやって参拝するのにね、相手を喜ばすとか、うん、めんどくさいっちゃめんどくさいでしょ、うん、わざわざね、神社ね、うん、それは、ね、足運んで、いろんなね、参り方もあって、うん、めんどくさいと言えばそうかもしれない。そう、だからそれをめんどくさいとかじゃなくてね、自分の人生を好転させるっていう、
ね、そう、人生そのものが2人で良くなる一つのツールなわけでしょ、うん、こんな活用せえへん手はないよね、うん、やっぱりね、そこの、まあ、パートナーシップというのかな、うん、人間の三大欲求の一つじゃないですか、うん、マズローの法則ね、そう、このね、三大欲求、私いつもおかしいなって前も動画で言ったかもしれないけど、三大欲求、食欲ね、うんうん、睡眠欲、性欲、うん、で食欲ない、ね、食べれない、うんうん、悩む、病院行く、うん、寝れない、悩む、病院行く、薬飲む、ね、うん、そのセックスに関しての欲求がないとかしてないとかって、うん、あんまり悩んだり病院行ったりしないよね。でここを大阪にして、この欲求、この三大欲求を満たさないのに、次にまあね、マズローの法則でいろんな欲求があるんだけど、そこの一番大事なところを、こ、あ、まあここはいいわと、性欲はいいんですってなって、違う欲求を満たそうとして、承認欲求とかね、で、はい、私こんなんしてます、見てくださいね、活躍してます、見てみてください、そこをやっちゃうわけよ。うん、ビジネスで成功しようとかね、うんうん、でも一番大事なとこ、まあ、そこね、あの土台ちゃんと埋まってないのに、うんうん、上のところをね、なんとか勘とか、うん、あの欲求満たそうとしても、うん、表面的には満たされてるように見えるかもしれないけどね、うんうん、やっぱり何かしら、いや、まだ満たされない、まだ満たされないって言って満たされていかないのは、そこ、うん、一番大事なところを蓋して見ないふりしてるから、うんうん、何やってもね、虚無感が残るっていうか、満足感が得られないっていうか、うんうんうん、結局最終的な幸せ、そこの三大欲求しっかり満たされてるかな、うん、っていうところが大事なんじゃないかなって私は思うんです、うんうん、そうね、うん、まあ、うん、人間が生きていくのに食べて寝てないとね、うん、あの生存できないしね、うん、これもでも私の意見だからね、いやそんなことないって、私は全然性欲なくてね、食欲とあの、ね、睡眠欲さえ満たされてたら全然 OK なんです、そこしたいとも何とも思わないんですっていう人もね、いるのよね、いるの、うん、分かんないよ、別にね、まあ、そういう人はそういう人でいいんだろうし、うん、まあ、実際に肉体じゃなくて気の交流で精神的な部分での交流できる場合もあるから、うん、ね、実際、まあ、いろんな、ね、意見があるんだと思うんだけど、うん、私はね、もう そこはなんか、うん、そうなのかなって疑問に思う、うんうん、本当にそれ蓋してるだけじゃないのって、うわ、まあ、本当に大丈夫なのしなくてっていう、うん、そういうね、うん、人たちもいるだろうし、そうなのかな、自分がどうなのかっていうところはね、うん、みんなでもそうなんだったら、もう思想反映していかないよね、うんうん、不思議、だからまたさ、考え方が、うん、まあ、今のね、神聖な気の交流であるとか、うん、ね、なんかまた違ったうん、観点で見れば、またその自体が違うものとして捉えられるかもしれないしね、その男女間でね、うん、あ、なるほど、そんな2人で悟りに至るような、また追求できるようなものであれば、うん、面倒くさいと言わずにちょっと追求してみようかっていう楽しみもできるかもしれないんだよね、うん、ちょっと真面目に取り組んでみてもいいんじゃないみたいなね、だから一つのさ、課題、なんていうのかな、そう、課題じゃないけど、これ面白いプロジェクトの一つで、うん、ちょっと追求してみるっていうのもいいんじゃないっていう、二、うん、人の間でね、いいで、お互いに ね、そういうのもあると思うな、うん、どうやって進めて、具体的にじゃあね、そういうね、うん、パートナーと、うん、あのそういう、うん、悟りに至るようなね、うん、具合をしてみたいです、うん、じゃあ具体的にどうやったらいいんですかっていうね、それを2人で研究していったらね、いろいろ調べて、ね、ことが出てくると思うんだけど、まあ本当にそういうのに興味あったら個人的にね、ご相談ください、私言えることいっぱいありますはい皆さんそう、あの、そうらしいですので、もし何かね、そういったことでね、興味がおありの方はねあのその道のね、プロとご自身でね、おっしゃってもらったらね、ともちゃんの方にね、プロになりたい、本当に、うん、見てくださいね、でも本当にね、うん、
でも言えないわ。あのね、言えないね、はい、あの一般の皆様にはね、あのね、拡散できないようなことらしいので、まあ、何かあったらね、個人的にね、あのメッセージね、してくださいね、コメント欄からね、はい、どうぞ。でもまあ、そういう悟りに至るね、マグワイをしたことがあるかないかと言われればね、あるのでね、皆さんご興味ある方はね、ご連絡ください。そうらしいですよ。ちょっと努力してね、行きましたので、そこまで、境地に。うん、やっぱりね、そこにはね、まあ、探求心であって、そして、まあ、そこからね、まあ、とことんね、追求とこだわるタイプだから、お分かりでしょ？だから、そのね、追求すると、追求の仕方であるとかね、何か興味があればね、ぜひぜひ、そういった部分もいいだからね、私、神社参拝も大好きなのかな。そうね、そうかもしれないね。私も神社参拝ね、大好きだけどね。いや、またね、変わったもんね、この動画、羽賀ひかるさんの見てね。だってでもそんなんだったらちょっと下見たいなって思わないかな。思うと思うよ。だからみんなもね、それでさ、ちょっと若い人たちには特にね、ちょっと見てほしいな、羽賀ひかるさんの番組とかね。はい、ぜひぜひ考え直してみてください。私たち別にね、プロでも何でもなくてね、また好きなこと言ってましたけれどもね、ぜひ皆様にね、あのね、考え直してもらいたいわけ。なんかちょっと違ってるんじゃないかな、皆さん、ね。そうよね。あの、真面目に考え直して。真面目に考えてみよう。真面目に考えようよ。で、こんなことをね、なかなか、本当にね、夫婦生活が長くなればなるほど、パートナーシップが長くなればなるほどね、もしうやむやにしてるんだったら、余計言いづらいと思う。付き合いが長ければ長いほど。そうだよね。今更言いにくいっていうのもあるよね。ね。でもそのまま終わっていいんですかっていうね。悟りに至らないまま。みたいな。そうそう。まあ別のルートでね、悟りに至るってこともいいんだけども、こういうルートもあるんだよ、皆さん。知ってたっていう。悟りに至るルートっていろいろあるんだけど、悟りに至るルートというか、それで悟りに至れるっていうね、う他ではもちろん悟ってはると思うんだけど、これでも悟りにあるんだっていう、そのルートがこの道あるのよっていうことよ。そう、他で悟ってはってもこの道もあるよっていうね。この道の悟りって何っていうのを探求するのも、パートナーがいればよ、すごく面白いかなとは思う。そういう気持ちで取り組んでみればさ、どう思う？ね、それは、新しい感じよ、それ。そう、すごいね、幸せの、あのルートの一つだと思うよ。だから、その、そういう視点で一緒に悟りを開いていけるのかっていう、追求していけるのかっていうパートナーを選んだ方がいいよ、女性も。そういうことやねんな。そういうことやねんな。自分本位とかじゃなくて、一緒に、私と一緒に悟りを追求してくれる人。そして、私もこの人を応援したいと思う人。そういう人としかしたらいけないっていうことになる。いろんなさ、いろんなその成功も私も呼んできたけどさ、結局最後全部パートナーシップって言うのよね。お金、お金でもね。まあ、そりゃそうだと思う。パートナーシップって言ったらそういうことやと思うから、やっぱり間具合でのね、その悟りの境地っていうのは一つの集大成、悟りの集大成でもあるのかななんて個人的には思いますね。ビジネスの成功、いろんな成功あると思うけど、まあ人それぞれね、どんな道を行ってるのかあるけども、これは一つの道、悟りの道としては、そういうさ、観点から見てみると面白い追求しがいもあるから、皆さんもちょっと考え直してみて、なんかいい加減にしてるかもしれないしね。どうでもよくしてる。そうそう。でね、でも、そう言われたら大満足ではないっていう人が多いと思うよ。で、まあまあ、もういいんだって、他で満たされてるからね。っていうのではね、それでまあ、納得できる人はいいんだけど。そうそうそう。納得できない人よ、今回は。そう言われば、ね、やっぱりここはね、ちょっと、あの、引っかかってたんですっていう人は。それは離婚原因の、ね、もう三大、ね、なんか入ってるでしょ、そこは。原因ね。そりゃそうやんね。そりゃそうだわ。だからそこで悩んでる人がいたら、いや、これはもう、ちゃんと考えるべきじゃないの。まあ、それがすごくさ、お互い、どっちかのさ、
まあこんなもんだと思わずね、あの、うん、そういう神社さん、すごい神社があるっていうことだけ知っておいていただくと、そう、そうです。奥の院に行ってみたいっていう人はね、多いから。そう。だから結局ね、皆さんね、女性私たち主体だしね、うん、本当に相手も選んでいきたいしね、うん、もうそんなあんな秘め事とかいやらしいとかそんな次元じゃなくてね、もう気のね、うん、交わりであり、ね、気の交わり、交流、そうなことなんですよ。神とのね、つながる。うんうん、ちょっと騙されてるから、そこもう一回思い出そうよ、みんな。神様と、ね、そうよね、原点に帰ってさ、思い出した方がいいよ。うん、なんかね、誤った情報で私たち、うんうんうん、真実をね、隠されてた今、うん、でもそう、ね、こういうふうに動画とかで羽川ひかるさんみたいにいろいろオープンに言ってくれる人が出てきて、うん、気づき、また気づき出したよ。そうね、女性でもそういうあのレッスンしてる人もたくさんいらっしゃるよね、うん、素晴らしいと思うわ。そうだから思い出してきたじゃん、うん、だからみんなももっともっとね、思い出していった方がいいと思うよ、ね、これはね、うん、はい、もう生命ね、もう本当に誕生のね、一番大事なところだしね、うん、うんうん、そうなの、それがないとやっぱりね、うん、やっぱりあの生命が生まれないよね、うん、これも何を言うたかって、うん、どう科学がね進歩したって今のところはね、そう、命が誕生しないの、うん、なので、皆さんもう一回ね、考えてみようということで、うん、ぜひ羽川ひかるさんの動画を見るなりね、はい、私たちの今のね対談の中でご自身の生活、そしてお子さんたちに対してのメッセージ、ね、いろいろ考えてみてくださいね、うんうん、はい、はい、ということでまた取り留めもないですけれどもね、はい、お送りしてみました何か参考になることがあれば、うん、ご応答いただければ嬉しいし、はい、はい、と思います。それではね、今日もご清聴長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回、See you next time。